はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、ということで今回はですね、メディカルアロマ講師の戸谷さんが入塾40日で80万円という、ね、売り上げを上げられたその秘訣についてですね、ちょっといろいろインタビュー形式で動画を撮っていきたいなと思うんですけれども、戸谷さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。で、ここにまずちょっと戸谷さんのフルネームをですね、漢字で教えていただきたいんですけども、はい、はい、戸谷さんは、扉の戸に谷と書いて戸谷。ね、はい、そうです。はい、下のお名前も漢字を教えていただいてもよろしいでしょうか。カズエ。カズエさんですね。はい。はい。平和の間に恵むです。あ、素晴らしいお名前ですね。素敵なお名前で。まあ、もしね、ちょっとこれは女性に聞くのは失礼かなと思うんですけれども、差し支えなければ、はい、ご年齢とか、まあ、もしちょっと差し支えある場合とか全然、不詳とかでも大丈夫なんですけれども、20歳、25ぐらいですか。それは若すぎるので、まあ40後半です。あ、見えない、40後半本当ですか？本当です。ありがとうございます。と、はい、お住まいの地域はどちらでしょうか？埼玉県の所沢市になります。なるほど、埼玉県でビジネスをされていらっしゃると。はい、はい、ありがとうございます。現在のご職業を、簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、メディカルアロマの、講師をしています。メディカルアロマの講師。はい。まあ、講師業ですね。あ、はい、そうです、うん。かしこまりました。講師をしていらっしゃると。はい。まあ、今、実際にね、うちのアカデミーに入っていただいてから、期間でいうと大体どれぐらいですかね、9月から、2019年の9月からスタートしてるん で、はい、で、今度が撮ってるのが10月の6日なので、期間としては大体、40日弱、1ヶ月ちょい、40日間か。はい、うん、ありがとうございます。まあ最初にちょっとお聞きしたいのが、まあ、我々の、まあ、アカデミーに入塾された、まあ、きっかけっていうところをちょっと聞いていきたいんですけど、まあ実際 SNS とかいろいろマーケティングとか教えてるスクールとかって他にもいっぱいあったりすると思うんですけれども、まあ、そこになんか我々のスクールを選んでいただけた何かしらの、まあ、決め手とか、まあ、そういったきっかけとかがあれば教えていただきたいなというふうに思うんですが。はい、はい、そうですね、最初見たのがFacebook かインスタの広告を見たんですよね。なるほど、なるほど。はい、それってなんかこれなんかすっごく気になるっていうことですごく惹かれたんですよね、修二さんのあ、僕の広告を見つけて、広告を見て、はい、 はい、 はい、はい、それですぐに LINE に投稿して、うん、ライン投稿登録、はい、ライアップ登録して登録ありがとうございます。ライアップ登録、はい、修二さんの登録して、うん、そこからなんか LINE のメッセージとか、うんうん、あとYouTube ライブとか見て、あ、なんかもうすごいなこの人って思ってなんですよね。あ、 YouTube ライブを見てくださってっていうのが結構大きかったんですね。あ、そうですね。そこでなんか全然知らないことがなんかたくさんなんかお話しされてて、これはすごくなんか今やるべきだと思ったんですよね。あ、今やるべきだと。べき、はい。あ、なるほど。はい。それでちょうどズームセミナーの、はい、告知をされてたので、うん、あ、もうこれはすぐにと思ってすぐにもう。ああ、なるほど、なるほど。はい、だったんで、あ、なんかすごくなんか引きつけられることもあって、うん、で、その LINE アットの配信だったり、YouTube ライブとかも本当になんか的を得て、なんかすごく、はい、まとえてっていうか、うん、すごい心にぐさぐさ入ってくるようなそうだったんですね。はい、なるほど、なるほど、ありがとうございます。なんか一番最初、その最後に例えばじゃあ入塾ご決断される時とかって、まあ、なんか不安な点とかってあったりされました？あ、そうですね、やはり自分もやっていけるのかなっていう不安はありました、うんうん、なるほど。これは最終的に一歩踏み出したきっかけというか、なんか後押しとなる何かっていうのはなんかあったりしましたか？それとももう不安だけどえいみたいなあ、そうですね、なんでしょうかね、私このまんまでいいのかなっていうか、うん、なんかもっとできるんじゃないかなっていうふうに思ったんでですね、自分にはもっと上を目指せるんじゃないかと。はい、うん、で
で自分でなんかアクセルとブレーキをかけてる状況で、いつもなんかあのモヤモヤしていた、うん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 、こっちが、うん、それをなんかすごくなんかあの解消してくれるような、あ、はい、モヤモヤをここだったらまあ解消してくれそうだと、はい、解消してくれそうだと、なるほどですね。まあ、それなんかあれですかね、なんか具体的そうだからとか。あ、そうです、具体的でしたね。あの、やはりどうしてあの成果が出てるのかっていうことですごくあの実証してるっていうデータをちゃんとしっかりあるっていうところで、もうここはあの修二さんにもかけてと思いました。あ、なるほどですね、うんうん、ありがとうございます。で、まあ、今はだいたい入塾されてから、まあ、スクール開校して40日というところなんですけれども、まずインスタグラムについてちょっと聞いていきたいなと思うんですが、はい、インスタって結構我々のスクール入られる前からやられてたんですか？あ、そうですね、うんうん、あの1年ぐらい前から入ってました。なるほど、はい、アカウントを作って、それ結構あの自己流っていうか、あ、自己流でずっとやられていらっしゃったと。そうですね、うん、ほう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 、やっていたと。だいたいスクール入られてからフォロワー数って、まあ開校してからの増加数でいうとどんな感じですかね？あ、そうですね、約1500フォロー入ってからだと。すごいですね、1500、はい、1ヶ月で1500フォロー、はい、うん、やっぱりそうですね、はい、そうですよね、あの日報とかでもね、いつも提出してくださってますけど、はい、インスタ今5600フォロワーぐらいですよね。あ、はい、5700ですね。5700いってるか、はいはい、5700フォロワーってことは、あの自己流でやってて1年間かけて一応4000フォロワーぐらいは、4200フォロワーぐらいはいたけど、そこから1ヶ月で1500フォロワーとかって増えてる。はい、すごいスピードですね。何があったんですか？何があったんですかというか、すごいですね、はい、1500フォロワー増えていたと、うん、で現在がまあ5700フォロワーで、っていうところですね。なんか売上とかお問い合わせとかはどういう感じですかね？で、LINE アットの方にも申し込みが入りまして、で、2万円の講座も売れるようになりました。あ、2万円の講座も、これはどこから問い合わせが入ってる感じですかね？インスタから直接来たりとか。インスタからなんですね。はい、インスタから2枚の講座が問い合わせがあって売れると。はい、おお、もしくはインスタから、ね、あの LINE アットに登録して、あのインスタを見て、うんうん、あのこの講座がなんか気になったので、あ、受けてみたいとか。LINE アットで、LINE アットからまた問い合わせみたいな。あ、そうですね、はい。もう素晴らしい、最強のスパイラルですね。うん。合わせが入ると。おお。スクール開校してから売上っていうところの数字的なところで言うとどんな感じですかね？あ、やはりちょっと波がすごくあったんですよね、うんうんうん、今まで。なるほど、なるほど。で、はい。で、子供がまだちょっと小さいので、うん、やはり夏休みとかは、冬休みとかも結構、あの教室がちょっとできない状況だったので、ほとんどもう数万円っていう形。あ、スクール入られる前とかは、の売り上げで言うと。そうですね、すごい結構バラバラで、まあ5万とか10万とか。ああ。じゃあ月商で、まあでも10万いくのってすごいですけどね。5万から10をずっとうろうろしていたっていうところ。そうですね、いい時でもやっぱり20万ぐらい。マックスでも20万。そうですね。20万。すごく波がすごくあったような状況でした。ああ、なるほどですね。はい、なるほど。スクール入られてからは。そうですね。あの、なんか、結構高額な商品が立て続けに。はい。高額。差し支えなければ単価もざっくり教えていただいても大丈夫でしょうか？あ、そうですね。約20万円の。20万円の。うん、はい。講座。9月で1本。9月で20万円の講座1本。はい。素晴らしいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。20万円の講座が1本と。はい。うん、なるほどですね。なんか、うん、そこからも、10月に入ってからも、なんか、売り上げが上がったみたいな、ここでちょっとお見受けしたんですけども。そうですね。はい。はい、10月も20万円の講座が
2本。ああ、そうです。今度が撮ってるのが今10月の6日なんですけれども、はい、それで今2本決まっていて、はい、ところですかね。あ、そうです、2本決まりました、うんうん、あとは、5万円の講座が2本。講座が2本。はい。お、素晴らしいですね。もうこれだけで7、80万そうですね、感じですよね、はい、うんうん。で今月ね、あのうまくいけば全然今月だけでも本当に80万から100万ってところはいけるそうですよね。あ、そうですね、うんうん、はい。でまだ始まってね1ヶ月しか経ってないですからね、そもそもなんですけど。はい、そうですね、すごいですよね、うん、うんうんうん、なるほど、素晴らしいです。でなんかあの戸谷さんご自身が、まあ、インスタグラムの例えば発信であったりとか集客っていうところで、まあ、なんかうまくいった秘訣とかっていうところもちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、まあ、この動画を、はい、見てくださってる方も結構店舗系の方とか講師業されている方も多いと思うので、ちょっと今こちらに戸谷さんのですねインスタグラムの画面を先ほど許可を取らせていただいたのでちょっと載せさせていただくんですけど、こちらが、戸谷さんのインスタグラムのアカウントですね。はい、今ちょっと映っているところなんですけど、で、なんかインスタのまず投稿とかで意識されているポイントとかってあったりされますでしょうか。そうですね、ちょっと文字入れをするようになりました、うん、あ、以前は確かにね、文字入れ全然してない投稿がほとんどでしたけども、なかったんですよね。それでちょっと文字入れをしてみたところ、うんうん、そう、いいね数倍になってるじゃないですか。そう、473、440件、500件、はい、結構すごく、いいねもすごくたくさんつくようになったですし、そうですよね、あとは結構なんかちょっとリサーチすると文字入れの方がなんかアクセス数のがいいのかなとか思ったり、いいですよね、うん、はい、500件、600件、547件、すごいですね、うんうん、はい、っていう感じなので、ちょっとまたちょっと検証してみてちょっと修正していこうかなって、うんうん、はい、なんかやっぱり僕見てて思ってたのが、やっぱり統一感を作るっていうのがすごい上手いなって思ったんですよね、戸谷さんの投稿って、はい、うん、なんか縁取り1個にしても、なんか今日は黄緑、明日は赤、明後日は黒とかじゃなくて、もう毎回その戸谷さん自身のなんかイメージカラーっていうのが多分できつつ合っている状態だと思うんですよね。そうですね、今まではピンク色の四角だったんですね、9月は、はいはい、それが10月になってちょっと黄色のまたちょっと形を変えてみたんですよね、うんうん、これも今テストしてるってところですよね、はい、あ、そうですね、うんうん、はい、確かにね、あ、これもいいですね、うんうん、確かに、まあ、インスタって結構重要になってくるのってやっぱ統一感だったりするんですけれども、はい、この統一感を出しつつ、じゃあ自分に合うイメージカラーっていうのは何なんだろうっていうところで、まあ1ヶ月単位でちょっとテストをしてみて、例えば1投稿あたりのアクセス数とかも見ながら、まあこれから調整をよりかけていくという感じですね、はい、はい、投稿のテスト、イラスト、あとイメージカラーをテストしたってところが、まあ、秘訣かなと、はい、うんうん、 OK です。そうですね、あとなんか LINE アットの配信とかでも戸谷さんご自身が最近意識されていることとかってもしあれば。あ、そうですね、LINE アットは、はい、売り付けっていうかね、例えばこういう講座がありますよとか、うそういうスケジュールばっかりはちょっと良くないなと思って。たまにいますよね、なんか今日もセミナーあります、今日もセミナーあります、今日もセミナーありますみたいな。そう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 、あ、それはなんか違うなと思ってて、なんか違う、ね、やはりそういうのもするんですけど、やっぱりお役立ち情報が結構みんな欲しいかなっていうのがあるので、じゃあもう売り込みばっかりの配信はダメだと。あ、絶対ダメですね。絶対ダメと。私も、はい、したことあるんですけど、あ、そんな悪い時期があったんですか。ブロックがね。ブロックがすごいされるっていうね。そういうのもあるので、はい、なるほど。じゃあ今はどっちかっていうと、そういうなんかもう誘導とか勧誘みたいな配信はではなくて、なんていうんですかね、本当にお客さんのためになるようなそういう情報とかをメインでって感じですかね。そうですね、はい、じゃあお役立ち、そうですね、欲しいと思ったらなんか言ってきてくれるかなっていうところもあって、うん、で結構修二さんもよく、うん、スクールでもね、自分は何をしてますよっていうことを、うん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 、ただの情報屋じゃないんだよっていうことを
あれ何の専門家 で自分はこういう商品持ってるんですよ、はい、っていうのを事前にね、そうですね、うん、はい、それもやっぱりなんかすごく重要、うん、なんじゃないかなって思うんですよね。めちゃめちゃ重要ですね。うん、例えばライザップのラインアット行くことって、もうライザップって最終的にそのライザップのパーソナルトレーニングジムがあるっていうバックエンド商品ってもう分かってるんですよね、お客さんたちって、うん、はい、そうだからすぐあの無料カウンセリングとか問い合わせが来たりするんですけど、何の専門家で、商品を持ってると私は、うん、ということをあの事前に知ってもらうってことですよね。そうですね、はい、うん、これはね、結構ノウハウなんでね、事前に知ってもらうと。ことが大事。うん。ありがとうございます。うん、はい。では、まあ、あと、スクールにですね、まあ、入られる前と後での、まあ、売上面的なビジネス面での変化と、あとはなんかプライベートとか、なんか心理的な変化があれば、ちょっと教えていただきたいなと思うんですが、まあ、売上の方はさっきおっしゃっていただいた通り、まあ、スクール入られる前だと月商で安定せずに、まあ、5万とか、10万とか、はい、マックスでも20万で、まあ、安定しないってことをおっしゃってたんですけど、売上ゼロの月とかもあったんですか、以前は。あ、ゼロの時はなかったんですけども、うんうんうん、あの数千円とか あったんですね。懐かしい。僕もね、5年前スタートアップした時とかも月商3000円とか4000円とかで、あ、まあ、みんな通りますからね、そこからね。はい、みんな通る道ですよ、月商数千円のね、はい、謎の時代っていうね。今考えてみたら、なんであんなに売り上げ上がらなかったんだろうって逆に不思議じゃないですか。あ、そうですね、うん、やはりやり方が間違ってたんですよね。だった時もあった。なんか集客面ではうまくいってたんですか、逆にスクール入るのも。そうですね、集客はまあ、まあ、良い時もあれば、やはりちょっとあの低迷してる時もありました。あ、うん、安定せず安定しなかったですね。なるほど。じゃあ集客が今月はすごいね、見込みのお客様リストが集まってきたけど、来月は全然リストが取れないとか、で来月、はい、今月例えばたまたま10枚いったけど、来月また売り上げ上がるのか不安みたいな。はい。そういう不安とかってありましたか、今まで。そうですね、はい、ずっとありました。安定しない不安。はい、これね、ビジネスやってるとね、やっぱり絶対これ襲ってきますからね。そうですね。来月も同じように再現できるのかっていうところですよね。そうなんですね。うん、いう不安があったと。まあ、ここに関してはね、今、スクール入られてから今月商でだいたい70万か80万っていうところを達成されていると思うんですけれども、まあ、実際にあのこの売上を達成された後で、まあ、なんか心理面的な変化であったりとか、あとはプライベート面とかでもしなんか変化とかがあればですね、教えていただければなと思うんですが。あ、そうですね、そうですね、まずプライベートはそうですね、うん、そうですね。なんか、まだ数日しか経ってないので、あまり、なんか、まあ、いつも通りっていう感じ。まだ40日しか経ってないですからね。そうですね。なので、まあ、まあ、いつも通りっていう感じは、ですけど、でもなんか、まあ、子供とかの、まだ小さいので、うん、の時間をなるべく取るように、うん、うん、うん、したりとか。の時間。うん。うん、うん、うん。いいですね。なんかいい意味であんまり実感がないって感じですか、どっちかっていうと。そうですね。なんかもう、とりあえずなんかちょっとちょっと頑張ろうっていう気持ちがすごく強かったので、うんうん、なんかそういう、なんかまだちょっと緊張しているところもまだあるのでね。あ、うん、なるほど。多分もうちょっとしたらちょっと実感が湧いてくるのかなと思うんですが。うんうん。うんうん、まあ、確かにね、なんか、例えば受験の時も、例えばじゃあ高校受験で合格発表見た時って、ん？俺本当に受かったのかなみたいな、あれみたいな、ああいう感じですかね。あ、そうそうそうですね、はい。なるほどなるほど、あまり実感がないと、ね、はい。あと、うん、あとどうぞ、はい。あ、すいません、メンタル面でも少しやっぱり落ち着いてはきました。なるほど、メンタル面でも落ち着いてきた、はい、でもなんか、はい、安心感に近い感じですか。あ、そうですね、はい、落ち着いてきた安心感。まあね、安心しすぎてもね、ちょっと怠けちゃうといけないんでね、まあ、適度な緊張感が ね、まあ、大事だったりはすると思うんですけれども、はい、なるほど。なんかゆくゆく戸谷さんご自身は、例えばこれぐらいまでビジネスを大きくしていきたいっていう、まあ、規模であったりとか。あ、そうですね、あったりするんですか。はい、
で、最初は、なんか私、扶養、主人のね、扶養の範囲内っていうのを思ってたんですよね。確かにね。主婦の方とかやっぱりね、扶養ね、最初気にされてビジネスされる方ほとんどだと思うんで。そうですね。そうですよね。そうなると、なんか、自分にすごくモヤモヤ感もすごくあったので、はい。なので、将来は、本当に法人化目指して頑張ろうと思って。ああ、なるほどですね。すごいですね。はい。そう、法人化と。はい、まあ、ちょっと大きくなって、うん、年商でだいたい600万以上利益でもう上がってたら法人化した方が、まあ、所得税よりはね、法人税の方がちょっと低いからっていうところではあるんですけど、だいたい600万から800万ぐらいが基準だったりしますね。あ、そうなんですね、うんうん、で法人化も目指していると。はい、いいですね、素晴らしいですね。もう会社名も決まってたりするんですか？いや、そんなあ、それはこれからね。いや、なんかやはり高く目標を立てて、それに一生懸命頑張ると、うん、絶対結果がついてくるかなと思って。まあ、それはありますよね。うん、はい、なので少しちょっと高、すごく高いと思うんですけど、はい、うん、法人化と、はい、もう半年後には僕はしてると思いますけどね。はい、なるほど、素晴らしいです。うん、じゃあ、そうですね、次に私、北野を初めて見た時の僕に対するなんか印象、これ本当に何でもいいんですけど、これ僕毎回ね、インタビューの時に聞いてて、毎回すごい答え返ってくることもあるんですよね。打ち合わせ本当にしないんで、この動画とかって。はい、僕に対してのなんか印象とか、もしあれば、これ全然ざっくばらに言っちゃって OK なんで。すごく北野さん、すごく若いですけど、すごくなんか言っている言葉の重みすごくあって、はい、最初なんか見たとき、なんか若いし、ちょっとチャラチャラしてるのかなと。あ、そうだったんですか。チャラそうみたいなね。そんなイメージも大事なんですね。お、面白いですね、聞いてみると。なるほど。だけど、やはりなんか、やはり、言葉の重みっていうか、それだけ成功してきた方の、その言葉の使い方だったりとか、なんかこれ、この方はすごいなと思って。なるほどですね。じゃあ、なんかパッと見はなんか若くてチャラチャラしてそうだったけど、そうではなかったっていう。そうですね。あ、もうそうだったんですね。まあ、確かに僕自身、まあ、今度が見てくださった方でね、僕の年齢、まあ、知らないって方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、今年で24なんですよね。24になって、うん、で来年で25の年になるんですけれども、結構うちのアカデミーのスクール生の方とかって結構年齢層で言ったらやっぱ30代後半から上は本当に一番上は63歳の方まで、だから20代の人ってうちのスクールだとね、卒業生入れても大体 2,3 人ぐらいしかいないんですよね。例えばコウキさんとかカンチさんとか宮中さん20代ですけど、そうだから僕がね、一応学長で24歳ですけど、僕のところに集まってきてくださる方本当に20代の人全然いなくて、僕はね、逆にそれもちょっと不思議だなと思ってるんですけどね。うん、そうだからなんか本当になんていうんですかね、中にはね、別になんか40代のね、コンサルタント方から学びたいという方もいれば、人それぞれだとそこは思うんですけど、うちのアカデミーのね、生徒さんとか、まあ戸谷さんもそうだと思うんですけど、まあまあ年齢、まあ、関係なく、まあ、私を選んでいただけたっていうところで、こういった印象を北野に持ってたってことですね。あ、そうです。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後にちょっと2点だけお聞きしていきたいなと思いまして、はい、なんか戸谷さん自身がなんか一歩例えば踏み出すきっかけ、例えばアカデミーに入る決断をした時とかもそうなんですけど、入る前の自分に対して何か一言言葉を今の自分から投げかけてあげるとしたら、どういった言葉を投げかけてあげたいですか？あ、そうですね、うん、入る前はよく決断したなっていう、ね、あ、よく決断したなと。はい、うんうん、入るときに、うん、主事さんのこのアカデミーって審査があるとか、ああ、うちは審査あります。それも入れないでよ、はい、もうそれで入れるかどうかっていう、すごくドキドキしてたんですよね。あ、なるほど。うん、だけど思い切ってやはりうん、やっぱり もっと早くマーケティングを、うんうん、勉強しておいた方が良かったんじゃないかなって。ああ、思います。もっと早く、うん、マーケティングを始めておけばよかったと、学んでおけばよかった。そうですね。うん、
まあ、うちのアカデミーでお伝えしていることもね、なんか小手先のテクニック、まあ、テクニックもね、当然全部お伝えしてるんですけど、だけじゃなくて、その原則があった上でテクニックを教えてるから、今後ね、新しいノウハウ学んでも自分で応用できるようになるんですね、ゆくゆくは。そうですよね。うん、なので、先行者がたくさんいるので、はい。で、他のスクールではない、その、うん、収益が得た後のお金の使い方とかもすごくお話しされてたので、みんなそこでお金使っちゃうから本当はね、もうちょっとビジネス大きくできたのに、まあいいんですけどね、別にだってね、50万稼いで10万円で例えばなんかね、じゃあバッグ買うとかお財布買うといいと思うんですけど、なんかね、全部基本的に人間ってお金一気に入ってくると使っちゃうっていうね、これよく心理学のデータにも出てますけど、はい、そこはちょっと注意してほしいなっていうね、いや、そこはすごいと思って、はい、まあそういう話も確かに、もう本当にすごいな、すごいな、主人さんだと思って、そういうとこまで教えてくれるんだと思って、はい、まあ、皆さんにはよりもうちょっとね、授業を大きくどんどんしていっていただきたいっていうのが僕らの望みでもあるので、願いでね、はい、はい、じゃあ最後にこの動画を見てくださっている皆さんに対して、まあ今一歩ちょっと例えばインスタ始めていきたいけど不安であったりとか、 SNS まだちょっとやっぱり始めていきたいけどなかなか一歩踏み出せないっていう方に向けて、まあ戸谷さん自身からですね、何か皆さんに一言あればですね、お言葉をいただければと思いますが、はい、はい、はい、ですね、やはり独学では難しいと思います。独学では難しい、はい、なんかいいな、や、こういうふうに、その文字投稿を真似したとしても、うん、やはり、なんていうかな、学んでない人の違いってやっぱりわかる。その、投稿の中の文章を読んでも、うん、やはりなんか説得力がなかったりとか、やはりこれはきちんと、学んでる。人だからこそこういう発信ができるんだなっていうところがあるので、うん、ちょっとインスタでもう少し集客とか、うん、売り上げを伸ばしていきたいという方はやはり勉強した方が辻さんのものは、はい、体系化されてた情報でた、ノウハウをしっかりと実践する。そうですね、うん、はい。今の時代ってね、さっきも孫正義さんも言ってましたけれども、1995年、まあ僕が生まれた年なんですけど、95年から今2019年の間で情報量って何倍に増えてるかっていう話があるんですよ、有名な話 で、うん、でこれ戸谷さん何倍ぐらいだと思います？まあ SNS が普及して広告が増えてきて情報過多な時代になってきてますよね。何倍ぐらい増えてると思います、この25年間で？そう、結構増えてますよね。5倍以上、5倍、うん、これ正解言うとこれ100万倍なんですよ。そうで、これがまたこれムーアの法則って言うんですけど、まあ、どんどんテクノロジーが進化していくにしが、例えば来年再来年はどんどん100万倍が200万倍300万倍って含みで増えていっちゃうんで、情報って取りに行くのも大事なんだけど、取捨選択していくっていうのも結構大事だったりするんですよね。そうですね、本当そう思います。なるほど。っていうところで、まあ、体系化されたのはしっかりと実践していくことがまあ大事と。はい、はい、ありがとうございました。まあ、この動画ね、見てくださった方もぜひ今回の戸谷さんのインタビューもですね、ぜひ参考にね、していただけたらいいかなと思うんですけれども、最後に戸谷さんもですね、LINE アットをされていらっしゃるということで、戸谷さんの例えば LINE アットの配信っていうのもですね、すごい参考になると思いますし、またアロマに関してご興味がある方もですね、ぜひチェックしていただけたらなと思うんですが、戸谷さんの LINE アットはですね、この YouTube のですね、下の概要欄の方にですね、お友達追加 URL っていうのを貼っておきますので、そちらで登録していただくとなんかプレゼントとかもらえたりする感じでしょうか？そうですね、プレゼントつけてますか？はい、 ありがとうございます。タイトルとかってもう決まってますね？そうですね、はい、タイトルとかはそうですね、メディカルアロマのどういうことをやってるんだよっていう、うん、メールレターっていうか、うんうん、を登録してもらって、うん、メディカルアロマの基礎知識っていうのを学べる。それじゃもう無料講座で学べるってことですね。あ、そうですね、はい、素晴らしい、はい。まあ、ぜひね、アロマとかそういったものに興味がある方はですね、ぜひこちら無料講座もね、ぜひ LINE アットとお待ちになってチェックしていただけたらと思いますので、はい、ということで戸谷さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。